あ、皆さん、こんにちは。東大駒場リサーチキャンパスのキャンパス公開に、お越しいただき、ありがとうございます。私、東京大学の先端科学技術研究センター、グローバルセキュリティ宗教分野教授の池内でございます。今の時間は、我々グローバルセキュリティ宗教分野の、講演などをさせていただく時間でございまして、この後、ロールズ研究セミナー、沖縄返還の道のりを振り返ると、そういう形でのウェビナーがこの後すぐに始まりますが、その前に、ほんの短く、この先端研の我々の研究室、グローバルセキュリティ宗教分野のご紹介、ほんの短くさせていただきます。グローバルセキュリティ宗教分野は2018年10月に発足いたしまして、今のところ専任は私、池内聡と、そして、小泉悠が務めておりまして、それだけではなく、外部資金を獲得することで、特任の、特任助教、そして特に研究員を多く集め、若手を中心に、新しい、国際安全保障、そして宗教の研究を進めております。その中で、プロジェクトとして最も大きいのは、外交安全保障調査研究補助金をいただきまして、それによってロールズというですね、RCAST のオープンラボラトリーフォーエマージェンスストラテジーズというこの英語名称の略、先端研創発戦略研究オープンラボというものを作っております。そしてその活動のメインとなるのは、分科会という形なんですね。分科、研究会といいますか、研究プロジェクトを、分科会と呼んでおりまして、内外、東大内外から、総勢50名以上の、さらに最近は海外の参加者などもメンバーも加えまして、分科会を開いている。すでにその分科会が5つになりまして、さらにそこから発生した3つのプロジェクト、合計は8つですね。5の分科会と3のプロジェクト、5つの研究プロジェクトを主に動かして進めております。これについてはそうですね、ウェブサイト、ロールズのウェブサイトをご覧になっていただくといいと思います。ほんのちょっとだけお見せいたしましょうか。今共有しておりますが、こんな感じでございますね。これがホームサイトの、まずトップページでありまして、そして、この今お話したプロジェクトや分科会については、ここに一覧がございます。この一覧の中で、トップに位置づけられている、外交安全保障調査研究事業費補助金体制間競争の時代における日本の選択肢、この外部予算に基づいて、今この5つのプロジェクト、さらには衛星画像分析プロジェクト、5つの分科会、そして3つのプロジェクト、まず衛星画像分析プロジェクト、あるいは政策シミュレーション研究プロジェクト、そして日米安保資料プロジェクトというものを発足させております。今日のウェビナーは、主にこの日米安保資料プロジェクトを中心に運営、実行されております。この我々のプロジェクト全体の動きというのは、例えばこのニュース欄に、どんどん最近の活動などの記録が載せられていく、あるいはイベント、そうですね、今回のイベントについてもこのような形で事前に載せておりますし、そして動画ですね。動画を、この最近は英語による発信も力を入れておりますが、この動画、YouTube にロールズチャンネルというものを開設して、動画を次々に発表して発信しておりますが、それはこのウェブサイトの動画配信欄にもまとめられております。さらには、
その刊行物を独自にレポートシリーズやコメンタリーのシリーズなども出しておりますね。はい。という形で、まあ、ウェブサイトを見ていただくと、おおよそ今の活動が分かるというようにしております。まだまだ、まだまだ改善の余地は あらゆるところにございますから、まあ、英語版も今必死に拡充しておりますし、その使い勝手などもどんどん改善していきたいと思っております。はい。ロールズ、その先端圏のグローバルセキュリティ宗教分野が行っている活動の中心であるこのロールズについて今お話をさせていただきました。そしてそのロールズが実行しているプロジェクトのうちの一つである、その日米安保に関するプロジェクトですね、特に歴史に関するプロジェクト、主に歴史学者を中心に進めていく、そしてその資料を集め、そしてまとめ公開していくような、そういった下支えの作業もしていきたいと思っておりますが、それに基づいて今回開催するのがロールズ研究セミナー、沖縄返還の道のりを振り返るでございます。まあ、これについては梶一郎、研究員が中心になって運営していきますので、そちらをご覧になってください。私はとりあえずこのあたりで、引っ込むことにいたします。私自身このウェビナーを楽しく、拝聴しようと思っております。皆様、ご来場いただきありがとうございます。池内先生ありがとうございました。それでは引き続きまして、今ご紹介にありましたロールズの分科会サブグループの一つである日米安保資料プロジェクトの活動の一環としまして、今回沖縄返還の道のりを振り返るという研究セミナー、ウェビナーを開催いたします。今回この研究ウェビナーの、主催を務めさせていただいております先端研の梶一郎と申します。よろしくお願いいたします。まず今回のですね、企画概要について説明させていただきます。1952年の4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効してましたから、今年は70年にあたります。第二次世界大戦の敗戦後、日本は占領、講和、そして独立というプロセスを経ながら、主権の回復や、戦後処理などの課題に直面し、取り組んでまいりました。その課題の中で、最も重要なものの一つが沖縄の問題であります。本土から切り離され、長くアメリカの統治下にあったその沖縄は、今年2022年、1972年の5月15日の返還協定の発効から50年の節目を迎えました。この節目にあたり、改めて沖縄の施政権が日本に返還されるまでの道のりを振り返ろうというのが今回のウェビナーの趣旨になります。ただ、一口に沖縄返還の道のりと申しましても、その道のりは非常に長いものでした。その道のりの長さは、今回ご登壇される先生方のご発表で、ご視聴の皆様も感じられると思います。今回、ウェビナーでご登壇される池宮陽子先生は、慶應義塾大学大学院で学ばれた後、現在、日本学術振興会特別研究員であります。本日は、まさにそのサンフランシスコ平和条約と沖縄という重要な局面でのお話をいただきます。前塩拓也先生は大阪大学大学院で学ばれた後、現在大阪大学コデザインセンター特任研究員であります。長く続くアメリカによる沖縄統治、その中でキャラウェイという高等弁務官の統治と脱植民地化という新たな国際潮流の関係についてお話をいただきます。そして私梶は大阪大学大学院の後、現在、東京大学先端科学技術研究センターで特任研究を務めさせていただいております。本日は安保条約にあります条約期限という規定と沖縄の関わりについて発表させていただきます。そしてコメンテーターを九州大学大学院法学研究院准教授の中島拓磨先生にお願いしております。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、沖縄返還がまさに本格的に動き出した1960年代半ば以降の沖縄返還交渉史を、また
数多くのご著書や論文で沖縄のみならず戦後日本の政治外交に関するご研究を発表されております。中島先生のご研究にありますように、沖縄返還も本格的に始動し始めてからいくつかのプロセスがございます。まずは沖縄返還の施政権が日米間の政治課題、交渉の争点となる段階、そして返還をいつまでに行うかという時間設定の段階、そしてどのような様態で返還を行うのか、返還の内容に関する段階です。本日は沖縄返還の道のりという、非常に大きな括りでテーマを設定いたしておりますが、今日ですね、お話しいただく先生方のこれまでの知見をあらかじめ、まとめておきますと、第一の段階、つまり沖縄の施政権問題が日米間で課題となる、争点化が一つの共通項に、今回の先生方のお話の共通項になると思います。池明先生のご知見は、サンフランシスコ講和後、日本の再軍備問題との関係で沖縄が日米間の政治課題となる可能性があったのではないかというお話であり、前潮先生のご研究は、脱植民地化の流れがアメリカによる沖縄統治を困難にしつつあった、それが60年代半ばの政治課題化の要因となったのではないかというお話、そして私の発表が安保条約の期限の規定が日米両国の政府間で沖縄の施政権問題の争点化を促したという問題についての話になります。ご視聴される皆様におかれましては、こうしたどう沖縄を日米間の政治課題とするかの歴史、そして沖縄返還とその後の課題などを頭に思い浮かべながら、ぜひ先生方のご発表を聞いていただければと思います。それでは最初に池明先生よりお話をお願いしたいと思います。池明先生、よろしくお願いします。日本学術振興会特別研究員の池宮良子と申します。本日は皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、初めにまず画面をちょっと共有させていただきます。本日は日米安保体制と沖縄基地問題の起源ということで、今梶先生からのご紹介を預かりましたように、サンフランシスコ講和条約までの道のりを主に扱うことで、沖縄基地問題、沖縄が日米の間で問題になり始めた時期について、見ていくと、それによって、沖縄返還問題ですね、最初の原点の部分について皆さんと一緒に共有できたらと思っております。でまずはじめになんですけれども、私の名字からちょっとお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私沖縄で生まれて、11歳までなんですけれども沖縄で過ごしました。やはりそこで の幼少期の経験生活が沖縄に関する研究で研究者の道を歩みたいと考えたきっかけになります。で私自身は沖縄で那覇に住んでたんですけれども、今現在美ら海水族館がある沖縄本島の北部の方ですねに祖父母宅がありまして、でそこまでのこう道のりで、必ず米軍基地を見かけるといった、そういった体験がありました。でさらに小学校5年生になりますと、その学校の行事で米軍基地内 の同年代の子どもたちと交流するといった経験をすることができました。でも今でも鮮明に覚えているんですけれども、この米軍基地にこう入った瞬間にこう、どこまでも続きそうな広い、敷地で同年代の子どもたち、自分たちとは違ったこの文化の中でなんかこう暮らしているような、そういったこう世界を見て、なんでこう日本という、国の中にこの外国がこうやって土地を使っているんだろうと、外国の人たちがこうやって広い土地を利用しているんだろうと、そういった素朴な疑問を持つようになったわけです。で、11歳、小学校、6年生から千葉で北西部の方、松戸市というところで暮らし始めたんですけれども、主にこう千葉北西部であったりとか、こう東京都ですね、を、生活圏というか行動範囲としていたわけですけれども、全くやはりそこら辺だとこう米軍基地に出くわさない、そういった生活が続いたわけです。
で、まあ、大学生、まあ、大学入学にあたって、まあまあ、どういったことを自分将来やっていきたいのかというふうに考えたときに、やはり沖縄について基地問題について一度まあ、専門的にちょっと学んでみたいなということで、まあ、大学、まあ、大学院で、まあ、政治学で学んでいこうと、まあ、やはりそこでの問題意識というのは、なぜ、まあ、沖縄の基地問題って、まあ、なかなか解決されないのか、まあ、そもそもなんで、その一方で本土では、まあ、米軍基地が少ないのかといった、まあ、そういったところに興味関心がございました。まあ、そういったわけで大学院に入学後は、まあ、研究テーマの テーマ選びに際しては、まあ、やはりその沖縄基地問題がなかなか解決されない、まあ、より具体的に言うと沖縄にある米軍基地の削減が、まあ、進みづらい、まあ、そういった理由を、まあ、歴史的に解明していく中で基地問題の構造といいますか問題解決されづらい、まあ、その理由って何なのかというところの解明をしたいなというふうに考えるに至りました。で、まあ、先ほど梶先生もご指摘ありましたけれども、まあ、もう講和条約とかですね、まあ、そういったお話っていうのはもう70年も前のお話になるわけなんですけれども、まあ、やはりいまだにこの沖縄の米軍基地がなかなか、まあ、削減が進まないという基地問題が、まあ、特に日本国内で問題になっているという中で、やはり歴史的にこの、まあ、なんで沖縄に広大な米軍基地が、まあ、集中的に存在するのかということの歴史的背景を解明することによって、まあ、現在の問題について考える際のこの、まあ、前提知識を共有できればと、まあ、自分自身はまあ、まだまだ微力ですけれども、まあ、そういった研究成果を、まあ、このような形なども使ってこう発信することで皆さんと知識の共有をしていけたらなというふうに考えております。で、ここからはこれまでの研究ということで、まあ、主に私が大学院にいる間に研究した内容についてお話しできればというふうに考えております。で、まず最初、まあ、そもそもなんですけども、まあ、なんでこの沖縄が日米の間でこう問題になったのかというのところから、まあ、お話ししていきたいと思います。で、まあ一口に言ってしまうと、その沖縄の問題というのは、そもそも領土主権をめぐる問題で、まあ、それは沖縄が、まあ、ごめんなさい、日本が、まあ、アメリカを中心とする連合国との この、まあ、戦いの中で敗れてしまったがために、まあ、残された問題、戦後処理問題として、まあ、存在したというわけです。で、まあ、なんでその戦後処理問題になったのかということを、まあ、より掘り下げてみると、まあ、右上にポツダム宣言が、まあ、作られた際のこのポツダム会談の時の写真を載せましたけれども、ポツダム宣言上、実は、まあ、本土というか、本州、北海道、四国、九州に関しては、まあ、領土を日本に残すよというふうなことがはっきりとポツダム宣言には書かれていたんですけれども、まあ、沖縄の、その、まあ、領土主権といいますか、まあ、簡単に言ってしまうと沖縄のこの戦後の行く末ですねっていうのがはっきり、まあ、ポツダム宣言には書かれていなかったというところで、まあ、この沖縄戦後どうなるか、まあ、つまり講和後に日本の元に残るのかそうじゃないのかというところで、まあ、戦後処理問題として、まあ、浮上したということになります。で、まあ、本日主にここからお話しします1945年から53年間のこの、まあ、日米をめぐる沖縄をめぐる日米関係、その内容をざっくりと、お話ししますと、まあ、当初ですね、第二次世界大戦が終わった当初、アメリカは、まあ、沖縄の、まあ、領土主権を、まあ、日本から完全に剥奪しようと、まあ、特に米軍部からすれば、まあ、血で贖った、まあ、そういう土地地域ということになりますので、まあ、そういった方針を、まあ、日本にとっては非常に厳しい方針を持っていたんですが、まあ、それが冷戦の発生によって一変したと。冷戦が起こったことによって、アメリカそして自由主義陣営にとって日本がまあ重要な存在になったことで、まあ、ここで沖縄に関するその、まあ、厳しい方針というものをアメリカはまあ、転換させて、まあ、沖縄を日本にまあ、残すと、まあ、そこはまあ格好付きになるわけですけれども、まあ、残すけれども統治自体は、アメリカが担うということ で、またその時の講和条約の際 その決断というのは1953年6月に、まあ、改めて確認されると、沖縄については、まあ、アメリカが引き続き統治を継続するということで、まあ、ここで53年の時点で、まあ、沖縄の、まあ、この時点では施政権返還問題になりますけれども、まあ、それが、まあ、先送りされた解決が、まあ先送りされてしまったと、まあ、ここまでを今日は主にお話ししていきたいと思います。
で梶先生からもご紹介いただきました通り、まあ、ここまでのこう内容をお話しするにあたって、まあ、特に私はあの議論の中でポイントと考えているのが、まあ、あの日本によるあのまあ防衛力増強、まあ、いわゆる再軍備と、まあ、沖縄に関して日本がどの程度防衛責任を負えるのかということと、日本に領土主権が残されるのか残されないのかというそういった領土主権の問題が、まあ、実は関連して、アメリカの中ではこう議論されていたのではないかといったその関連性にあの着目しながら見ていくことになります。でまずあの終戦直後のお話ですね。第二次世界大戦直後の時期のお話になります。この時ですね、アメリカの、まあ、日本に対する対応というのは非常に厳しいものがあったというそういった時期のお話になります。戦後しばらくというのは、まあ、アメリカとソ連があの、まあ、戦時同盟を引き続きという形で、戦後もアメリカとソ連が、まあ、協調関係を築くとそういった国際秩序を、まあ、築いていこうといった、まあ、そういった前提の中でアメリカも日本に対して対応していくと。その中で、アメリカは、まあ、日本の非軍事化を徹底すると、まあ、日本は戦後の世界においては、まあ、弱体化しなければいけない存在であると。で特に軍事的に、まあ、弱体化、非軍事化させなければいけない、それを徹底しなければということで、そういったアメリカの方針を受ける形で、まあ、日本は、日本国憲法、まあ、憲法9条を制定するという形になります。でそういったアメリカの、まあ、対日方針の中で、まあ、沖縄はどういう存在だったのかというと、まあ、この非軍事化政策との関係で沖縄米軍基地は、まあ、日本の、まあ、非軍事化ですね、まあ、それを監視するための役割を担ってたと、まあ、日本との関係においては、まあ、そういったあの役割を期待されていたそういった存在でした。で、まあ、こういったあの沖縄のこのアメリカの中での位置づけということがありましたので、まあ、講和後の沖縄はどうするのかといった考えそういった議論がなされるときに、まあ、特にアメリカ軍部の中で、沖縄はもう日本から切り離そうと。で、単にアメリカが、まあ、あの戦勝国としてまあ統治するというと、まあ、それはあの、まあまあ、見た目も悪いといいますか、まあ、国際社会からちょっと批判を浴びそうだというところで、まあ、ここで国連憲章という、まあ、そういったあのルールに基づいて、アメリカが信託統治すると。で、日本はあの日本からこう沖縄を切り離すと。まあ、そういった構想が、アメリカの中で、まあ、議論されていた、存在していたということになります。ではその当時、アメリカが日本に対して厳しい対応を取っていた当時、日本はどういった対応をしていたのかというところになります。まあ、実はあの日本にとりましては、あの沖縄の問題、当初実はそこまで悲観的、むしろ楽観的では、悲観的ではなく楽観的だったというのが、まあ、当時の状況になります。つまり、まあ、沖縄というのはまあ戦争の結果、まあ、失ったまあ領土というところになりますので、ある種こうアメリカがあのまあ基地を作ると、言ったことは、もうそれはあのまあある種敗戦国として、受け入れざるを得ない。だけれども、領土主権の放棄はさすがに日本はしなくてもいいだろうと。戦時中から、まあ、アメリカを中心とした連合国が領土非拡大の原則ということで、まあ、戦勝国がまあむやみやたらにこの敗戦国の領土をあの獲得するということをあの、まあ、やらないと。いうことを宣言していたので、まあ、そういった背景から日本は、沖縄に関して、まあ、日本が領土主権を失うということは、まあ、そんなないんじゃないかという、まあ、ある種楽観的な判断をしていました。まあ、しかしその、まあ、判断認識というのは、まあ、あの1946年1月を境に一変します。46年1月の終わりに、アメリカがアメリカを中心とした、まあ、あの GHQ ですねがあの、まあ、指令を出す形で、まあ、沖縄が、まあ、日本から、まあ、行政上切り離されてしまうと。つまり沖縄に関しては、まあ、アメリカが、まあ、単独で、管理をするといった、まあ、そういった状況になりましたので、まあ、そういったアメリカの、まあ、対応ですね、方針から、まあ、日本は沖縄に関して、まあ、非常に厳しい、未来が待っているんじゃないか。つまり、日本は沖縄の領土主権を失う可能性が高いのではないか、まあ、もう失うことになりそうだなという、まあ、そういった悲観的な認識というものを、まあ、あのほぼ講和条約直前までですね、日本は持つことになります。しかし、まあ、先ほど触れました通り、まあ、以上の状況というのは、まあ、冷戦が起こったことで発生したことで一変します。冷戦をきっかけに、まあ、日本に対してアメリカがあの、まあ、手のひら返しといいますかこの再軍備を、まあ、あの求めるようになったというところが一番のポイントになります。1947年半ば以降ですね、米ソの協調関係の破綻がもう決定的になり、そしてまあ冷戦が発生し、まあ、その影響がまあアジアに波及していくと。でさらに1950年6月に朝鮮戦争が勃発したことによって、まあ、アメリカがまあそれまで日本再軍備もしかしたらした方がいいかもしれないというふうに考えていたのを、まあ、ここで決定すると。
といった流れになっていきます。でこのアメリカ この日本に対するこの政策方針の大転換が沖縄に関しても沖縄に関するそのアメリカの方針に影響していくというところになります。ではこのような再分離に関するアメリカの方針転換に関して日本はどういった対応をしたのかというところですね。当時の首相吉田茂は、まあ、将来的に憲法9条の改正することは当然 していたというところは一般的に言われているところであります。つまり、もう冷戦が起こった以上、自分たちの国をどうにか守らなければいけない、つまり自衛のための、戦力というものは、将来的に講和条約を発効して独立国となった再び独立国として、国際社会に復帰した際には自衛力を持つのは当然だろうというのが、当時の吉田茂 の、感覚だったわけです。しかし、そこで、吉田茂は闇雲にそういった再分離をするという道は選びませんでした。むしろ吉田にとって重要だったのはこの戦後復興、経済復興を最優先するというところがやはり重要なポイントだったわけです。つまり、戦後復興をする前に本格的な再分離をするというのは、国家にとって致命的な失敗を招いてしまうというのがその時の判断だったわけです。ですので、そういった吉田の感覚から考え方からすれば、日本はまだまだ自分たちの国を自分たちで守るようなそういった戦力は講和後もすぐには持ち得ないということで、講和の後日本が冷戦という国際状況の中生き抜くために、自分たちの安全確保のために、講和後もアメリカ軍に駐留してもらうということ、つまり講和後も日本に米軍基地を置くということ自体には日本政府も前向きだったというところになります。ですがやっぱり本格的な再分離はちょっと避けたいというところで、できるだけその本格的に再分離しろというアメリカの圧力にはできるだけ抵抗する形を取っていたんですが、最終的にそのままでは講和も認めてもらえないんじゃないかと、してもらえるんじゃないかというところの判断がありましたので、最終的に日本は講和して再び国際社会に復帰した暁には防衛力整備をするという意思表示をしたことで、その再分離問題について講和の段階では一応日米の間で決着がついたという形になります。でここで1951年9月に、同じ日9月8日に、サンフランシスコ講和条約と、旧日米安保条約が締結されるに至ります。で以上のお話と、沖縄の領土主権の問題というのがどういった関わりがあるのかというところを、ここで確認していきたいと思います。まず冷戦が起きた、発生したと、そして朝鮮戦争が起きたということで、沖縄の米軍基地は対日防衛の拠点として非常に重要になるわけです。で朝鮮戦争をアメリカが参戦するにあたっても、作戦支援基地として重要な場所だったわけです。ですが、だからといって、沖縄を日本に返さないという判断は、外交上それは難しいんじゃないかと、やめた方がいいんじゃないかというのが、当時のアメリカの外交を司る国務省の判断でした。つまり、冷戦戦略において、日本がアメリカそして自由主義陣営にとって、重要な存在になったからこそ、沖縄に関して日本沖縄の領土主権に関する判断において、日本に配慮するべきだろうということで、沖縄に関するこの方針というのを転換していきます。しかし、そこで、国務省ですらといいますか、国務省も重要視したのは、日本の再分離、そして具体的には日本が、沖縄についてもこの防衛責任を負う、そういったこの姿勢を見せてほしいというところだったわけです。ですので、この中で、特に国務省の考えの中では、日本に講和後、沖縄を保有し続けるということを認める、その事実上の条件として、日本の再分離、そして沖縄の防衛責任の負担というところを、考えていたというところになります。しかし、先ほど触れました通り、日本が示したこの防衛力整備 その、意思表示は良かったんですけれども、その整備計画の内容自体にはアメリカは不満だったと、つまりアメリカが望むほどの、規模 の防衛力整備を日本が示してくれなかったというところで、完全にアメリカ側の期待が満たされなかった、特に国務省の期待に満たされなかったというところで、ここで、国務省としては、日本に配慮すべきだけれども、完全に沖縄を日本に引き渡すわけにはいかない、やはり沖縄は重要な場所なので、しっかりと防衛しなければいけないというところで、日本から沖縄を剥奪する方針は撤回するけれども、講和後も沖縄はアメリカが統治する、そして防衛するというのが、しっかりと軍事的な拠点として守ると、保有するというところの判断に至ります。
で実は講和条約発効後、日本が国際社会に復帰した後も、実は引き続き国務省を中心として、まあ、沖縄をどうにか日本に返すことはできないか、つまり、日本が防衛整備ですね、防衛力の増強に関してしっかり頑張ってもらって、で沖縄をうまくこう日本に引き渡す、そういった術はないだろうかということを、まあ、検討し続けます。しかし結果的に、まあ、そういったアメリカと国務省の、まあ、検討っていうのはもう、まあ、挫折というか棚上げすることになります。まあ、その背景として、やはり日本が、まあ、防衛政策、まあ、不十分、つまり、まあ、アメリカが考えるほど求めるほどのスピード規模で、防衛力増強しない。でさらに日本国内のまあ、世論というものが日本の防衛力増強に関して、まあ、非常に否定的であるということで、まあ、もう当面は沖縄に関して日本が防衛責任を、まあ、全てはもちろん負えないわけですけど、まあ、少しでもこう負担をするといったそういった姿勢を、まあ、それを実現するということはもう当面無理だろうということで、沖縄の、まあ、返還に関して、アメリカは先送りすることになります。でその際にやはり重要なポイントだったのは、その沖縄米軍基地が、まあ、在日米軍基地が、まあ、何かしらの理由で日本政府にこう使用制限かけられた時の、まあ、担保をする、まあ、そういった役割を担っていたというところで、やはり、まあ、沖縄がそれだけは重要なポイント基地だったので、アメリカとしては、まあ、おいそれと簡単に返すことはできないという判断をし、まあ、最終的に1953年6月に、アメリカによる、まあ、沖縄統治の継続は決定し、まあ、ここで沖縄の施政権返還問題が、まあ、先送りされたということになります。で、まあ、講和後の日本政府の対応も先ほど軽く触れましたけれども、まあ、その当時としてですね、日本政府としても沖縄の施政権返還に関してあまり積極的な行動は取っていなかったというふうに考えられます。それはなぜかというと、まあ、当面やはり朝鮮戦争もまだ終わっていない、まあ、終わりそうな状況ではありましたけど終わってない中で、まあ、仮に終わったとしてもこの極東の環境の中で、アメリカがまあ簡単に沖縄を手放すことはないだろうというのが、まあ、その時の日本政府の判断でした。ですので、まあ、闇雲に施政権変化を求めるよりも、まあ、将来的な施政権変化についてはちゃんと考慮してくださいねということを、まあ、言いつつ、当面日本政府としてはアメリカの沖縄統治に伴ってまあ生じる問題についてまあ対処していこうというのが、まあ、日本政府の その当時の考え方でした。まあ、これが具体的にまあ、そういった基本的な方針が書かれている、当時の外務省作成した、まあ、資料になります。で、まあ、最後にちょっと現在の研究について触れたいと思います。まあ、現在はまあ1953年からまあ1960年までの、沖縄をめぐるまあ日米関係について見ております。で、まあ、この期間というのは、例えば1954年7月に本土ですね、岐阜とか山梨あたりに駐留していたアメリカの海兵隊がまあ沖縄に移住することがまあ決定し、まあ、これに伴ってまあ沖縄の米軍基地が急拡大するとか、ということで、まあ、50年代その沖縄米軍基地の拡大というのも非常に重要な時期になります。で、また私のこの問題関心との関係でいくと、1955年4月にアメリカが防衛力増強に関する対日圧力方針を棚上げすると、まあ、アメリカが日本に対してそういった圧力をかけてやるよりも、まずは日本の政治的経済的な安定をしっかりと注力してもらうというところで、まあ、そういった方針転換が起こるわけです。ということは、それまでのこの日本の防衛力増強、沖縄、日本の沖縄の防衛力、防衛責任の負担ですねに関してと大きな政権変換問題を関連づけて考えていたアメリカの中で、まあ、沖縄の政権変換のこの変換するため の, この条件というものに、まあ、ここで変化が起きたというふうに言えるのではないか、まあ、いった問題意識を考えながら持ちながら、まあ、今現在この時期ですね、53年から60年までの日米関係を見ているところになります。まあ、最後になりますけれども、まあ、冒頭でもお話ししました通り、やはりちょっとこう沖縄基地問題についてですね、まあ、歴史的にたどっていこうという、まあ、そのきっかけ、まあ、そのやる、やっぱりその前提となる問題意識としては、まあ沖縄基地問題ですね、やはりちょっと本土対なんか沖縄みたいなこう対立構図とかですね、やはりこう二項対立的なこの構造というのがどうしてもまあ、問題なのかなというふうに思いますので、まあ、私を含めですね、本土に住んでいる人間が、まあ、少しでもですね、沖縄の基地問題についてこう意識を向ける、そして、自分たちの問題、日本の問題として、まあ、意識してもらうように、もらえる、もらいやすいように、
まあ、例えばですね、本当にも実は基地問題、米軍基地問題であったんだよといったことを、まあまあ、関連付けながら、こういった形で研究成果をですね、発信することが、まあ、まず求められるのかなと、まあ、私自身の課題として、まあ、今現在、まあ、重要なポイントだというふうに考えているところになります。はい、ちょっと駆け足になりましたけれども、私からの報告は以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、池見英先生、ありがとうございました。まさにこう発表にありましたように、我々の問題という発想は、もう本当に現在の沖縄問題を考える上で、非常に重要な視点であると思います。ありがとうございました。それではですね、続きまして、前塩拓也先生よりご発表をお願いしたいと思います。前塩先生、よろしくお願いいたします。大阪大学の前城拓也です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、沖縄返還について報告させていただきたいと思います。はい、まずはじめに、この沖縄返還の、まあ、ちょっと歴史的な確認をさせてもらいたいと思うんですが、72年に返還が実現した沖縄返還はですね、1965年に日本でもアメリカでも本格的に検討が進んだというふうに言われております。まず日本側を見ますと、佐藤栄作首相は1965年8月19日、沖縄に初めて訪問した際にですね、沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後は終わってないという有名な演説をしました。一方、アメリカの方はですね、ライシャバー駐日大使という、駐日大使が沖縄返還の提言をしまして、そこからアメリカ政府内でも沖縄返還の検討が進んでいくことになります。そうした65年の重要性があるんですけども、本邦国ではむしろ、アメリカ側の、この返還の検討の方をこの中心に見ていくことにしまして、なぜこの今までですね、池宮先生の報告にありましたように、このアメリカは沖縄をずっと保持すると決めてるんですけども、その保持する方針を転換して検討するようになっていったのか、そんなことをね、考えていきたいと思っております。でもアメリカの沖縄統治形態のおさらいなんですけれども、まずですね、アメリカによる沖縄統治の法的根拠はサンフランシスコ平和条約第3条に基づきます。そしてその沖縄現地の統治の現地最高責任者として琉球列島高等弁務官という役職の、人を置いております。でその高等弁務官というのは沖縄の立法行政司法の三権を握る、非常に強大な権力を持つ、官職の人物になります。でさらにですね、この高等弁務官というのは軍関係の、人物でして、基本的にアメリカ陸軍中将が着任しておりまして、この在沖アメリカ陸軍総司令官といったような、いろんなこの陸軍の役職も兼任しておりました。そうした、高等弁務官の絶大な権限から、その高等弁務官というのは沖縄の帝王と知られるようになります。で、その沖縄の帝王の中でも、帝王の中の帝王と呼ばれたのが、キャラウェイ高等弁務官でした。でこの人はですね、この先ほど申し上げました、高等弁務官に伴う権限をいかんなく行使しまして、それがキャラバイ宣布と呼ばれたりしております。またですね、そうした権限を行使しながら、この沖縄における自治は存在しない、神話であり存在しないと言ったりする、自治神話演説というのを言っておられたりするわけですね。なんか想像はすれば簡単に分かると思うんですけども、こんなこと言いますと、当時の沖縄住民も怒るわけですね。そういったわけで太田雅秀先生は、キャラウェイが沖縄住民の自治権拡大への願望を理解できなかったことが住民の不満を広がらせたというふうに評価しております。また沖縄河野康子先生もですね、こうしたこのキャラウェイがもたらした政治的な問題というのは、この島ぐるみ闘争以上の深刻な事態をもたらしたというふうに表現されております。キャラウェイの問題が沖縄返還と結びつく、この1970年問題というのは、1960年に改定された安保条約の固定期限が、1970年に迫るという問題だったんですね。で皆様ご承知かと思いますが、1960年の安保改定の際には、安保騒動と呼ばれる非常に大きなこの反対運動がありまして、そういったものがですね、70年起きるんじゃないかということをアメリカ政府はとても懸念しておりました。
まあ、そうした1970年問題がある中、キャラベイ統治への沖縄住民の反発がベトナム戦争の激化で悪化していた日本人反米感情を飛び火しかねないと。と言いますのも、ベトナム戦争で沖縄のアメリカ軍基地はフル稼働していたわけですね。まあ、ですから、この日本国民も沖縄に非常に注目していたという状況がありました。まあ、そういったことがありましたので、宮田正源先生は、まあ、皮肉なことに復帰に最も貢献したのは、他ならキャラベイ高等弁務官だったというふうに、まあ、沖縄返還におけるもうキャラベイ高等弁務官の役割というのですね、まあ、皮肉に表現されておるわけでございます。しかしながらですね、このキャラベイについてよく調べてみますと、キャラベイを評価する声も存在するんですね。例えば、ホカマ・カオンは、まあ、この方は琉球政府と呼ばれるアメリカ統治下のキャラベイ統治の先生であると、こんなこと言ってます。我々にとって異国人であるキャラベイ高等弁務官の行政官としての誠意と正義感は大いに評価するものであると言ってるんですね。また、沖縄でこの、タクナー製鉄という、製鉄の、会社を作られた小松清張氏もキャラベイを非常に評価しておりまして、まあ、私たち生産業者からは神様みたいな存在だったというふうにおっしゃってるわけであります。まあ、こうしてみるとですね、本当にキャラウェイのこの統治というのは沖縄住民の激しい反発を買ったんだろうかというような疑問が湧いてくるわけです。 そしてもし仮にそうでないとすれば、この1965年にこのアメリカ政府は沖縄返還の検討に向かっていった過程、その時その要因と何だったのかということが疑問になってくるわけであります。本報告ではこうした問いについて、まあ具体的に検討していきたいと考えております。まずですね、まあ、キャラウェイ統治について考える場合に、キャラベイがどんな人物だったのかと確認していきたいんですけども、まあ、キャラベイさんは1905年12月23日にアーカンソー州というアメリカのですね、まあ、片田舎で、まあ、生まれました。で、陸軍士官学校を1929年卒業して、まあ、戦前からですね、中国に勤務するなど、まあ、非常にこの国際的なキャリアを積み重ねた人でありました。ちょっとここのスライドにも書いてるんですけども、戦後沖縄で高等弁務官に着任するまでに、イギリス、イタリア、フランス、韓国、日本、まあ、日本でもですね、合計8年間勤務しておりました。で、特にこの日本勤務時代にはですね、立川基地闘争だったりジェラード事件という、まあ、この日米関係を揺るがしかねないような事件が発生しておりまして、アメリカ軍がですね、この国外にこの基地を展開する際に伴う摩擦の問題っていうのは非常にこの身をもって、まあ、考えるようになっていった人物でありました。ですので、高等弁務官に着任した当初はですね、非常にこの穏健な統治を展開していくことになります。例えば、あまり知られてないんですけども、このキャラベイ高等弁務官は、この沖縄で日の丸を掲揚することに非常に積極的な姿勢を示していたんですね。まあ、1961年6月、池田ケネディ会談で公共建造物で祝日限り、まあ、日の丸掲揚が許可されます。で、当初はですね、アメリカの沖縄統治を象徴する、この米国民政府ビル、まあ、ここでキャラベイ高等弁務官と執務を取ってるんですけども、そこでの日の丸掲揚は、まあ、当たり前と言えばそうかもしれないですが、対象外だったんですね。ところがキャラベイはそうしたことはすべきじゃないということで、反対する国防省を説得して、この日の丸とですね、星条旗の併用を実現させることになりました。まあ、このほか、まあ、穏健統治の、まあ、いろんなエピソードあるんですけども、ちょっと時間の関係で飛ばさせてもらいます。まあ、キャラベイはそうして穏健な統治を進めていくんですが、まあ、この沖縄の自治を担う琉球政府、特に沖縄自民党に対して苛立ちを深めていくことなんですね。まず一つ目の理由としまして、沖縄の金融機関に蔓延する汚職を見過ごし続けていたというのがありました。また、血縁関係、まあ、門中というのが沖縄にあるんですけども、そういったものを重んじて、まあ、この税をですね、あまりこの取らないだとか、まあ、そうだおさなりするようなことが、まあ、よく見られたようです。また沖縄のこの議会にあたる立法院というのがあるんですが、そこでですね、興味深いことに公務員の給与の引き上げを見送りながら、立法院議員自らの給与を引き上げようとする法案を出したりしたというのがあったんですね。まあ、そうしたことから、まあ、地元市でもですね、この立法院は最低議会だというような国評がありました。まあ、この苛立ち、沖縄の自治に対して、まあ、キャラベイがこの不信感を抱いていた中、出てきたのが認識決議というものでした。まあ、これは施政権変更に関する要請決議というふうに正式名称がいいんですけども、この1962年2月1日、沖縄議会の立法院で全会一致採択されたものです。宛先をすべての国連加盟国としておりました。まあ、これはですね、国連総会が採択した植民地独立不要宣言というものを引用しまして、アメリカの沖縄土地を植民地主義として、まあ、痛烈に反するものでありました。まあ、当時アジア、アフリカの旧植民地域が独立、国連加盟を果たしている時期でございまして、国際社会では非常にこの反植民地主義というのは力を強めていたんですね。ですから、この認識決議がですね、全ての国連加盟国宛先としておりますから、
まあ、その認識決議を受け取ったそのアジア、アフリカの旧植民地域がまあどのような反応するのかというのは非常にこの、まあ、懸念されたわけであります。でですね、当時のこの立法院のこの情勢を見てみますと、29議席中22議席が、まあ、親米政党である沖縄自民党に占められてたんですね。まあ、欠席といった手段があるにもかかわらず、わざわざこの沖縄自民党があえて賛成票を投じたことにキャラウェイは怒りをあらわにします。まあ、こんなことを、電報で書いておりました。明らかに沖縄自民党と立法院には議会手続きにおけるかなりの教育が必要だ。この事態の推移は琉球政府はより大きな責任、まあ、知事権のことなんですけども、それを突然持つことになるときに処理しなければならない困難を言葉以上にはっきり示している。まあ、そんなキャラウェイは電報を本国宛に送ります。まあ、それでキャラウェイはもはやこの自治権よりも教育が必要だということで強権的統治に踏み切っていくことになりました。ちょっとこの具体的に強権的統治へ の, この沖縄自民の反応って見ていきたいと思うんですけども、まあ、一番有名なキャラウェイ旋風から見ていきたいと思います。キャラウェイ旋風というのは、まあ、キャラウェイの強権的統治の、まあ、一般的な名称でもあるんですが、特にこの限定していますと、この金融機関に対するこの取り締まりを指すもので用語でございます。で、この汚職に関与した金融機関経営者の取り締まりに際してですね、このキャラウェイはこのフレー交付というですね、この高等弁務官の権限で、まあ、フレーというのは法律にと同じような力を持つんですけども、それによって始めたことから、まあ、強権発動といった機関が出ておりました。しかし、まあ、強権発動と言いましても、実際にこの汚職取締りの過程ですね、そういった汚職経営者らというのは、横領だったり、不当貸付によって与えたこの銀行の損害というのを弁済していきますので、まあ、普通の預金者である一般市民は非常にまあ拍手喝采、まあ、地元としても、あ、キャラはいいことをしたということで、非常にこの評価したんですね、当時は。また、自治神話演説の方を見ていきますと、まあ、今は現在はですね、この自治は神話であると述べたこの演説前段部分がまあ注目を浴びていたんですが、実はですね、当時はこの琉球政府や立法院のこの失政を批判した演説後段部分にも注目を集めておりました。まあ、具体的に見ていきますと、当時の地元市、まあ、現在も有力になる地元市、琉球新報、沖縄タイムスなんですが、それぞれこのような反応を自治神話演説に示しております。まず琉球新報からいきます。琉球政府は無策と言われ、行政能力どころか高級管理は一部業者と結託して私腹を肥やしているなと噂されてきた。高等弁務官が指摘した具体的事実を見ると、一体政府はこれまで住民のための念頭に置いてきたのか、それとも一部業者や政府首脳部の取り巻き連中のために政治をやってきたのかと疑わざるを得ないというような記事を書いております。また沖縄タイムズの方も、キャラウェイ統治の批判の裏には沖縄自体の自治能力の問題があったので、これに目を覆うわけにはいかないというように、沖縄のですね、この自治の問題について、まあ記事を書いておりました。またですね、キャラウェイのこの、まあ、さまざまな施設に対して沖縄住民はですね、大量の感謝状というのを送っていたんですね。で、その感謝状を見ますと、キャラウェイが農道建設、漁港整備、校庭整備、水道、電気施設の拡充といった、地域の実情に応じた施策に加えて、ハンセン病患者への施設提供だったり、小児麻痺の予防のために、まあ、尽力していたことが分かります。またですね、この沖縄本島から東へ400キロ離れた南大東島というところではですね、キャラウェイが島の土地問題を解決したことから胸像まで建立されております。ちなみに現在もこの胸像は残っております。で、ちょっとこ の, あの当時の感謝状というのを、まあ、紹介したいと思うんですが、これ宜野湾市の感謝状でございます。まあ、なんで宜野湾市かといいますと、私の出身が宜野湾市だっていう、まあ、それだけの理由なんですけども、まあ、このようにですね、琉球列島高等弁務官殿に対して感謝状が送られているわけでございます。まあ、この感謝状では消防庁舎建設の支援について、まあ、書かれておるんですけれども、まあ、この右側に日本語、そしてこの左側に英語というのも、まあ、当時のこの何て言うんですかね、このアメリカ統治時代の沖縄の状況というのを、まあ、象々的に物語っているのではないかなというふうに思います。まあ、こうしてキャラウェイは、まあ、沖縄住民に、まあ一部反発もありながら、まあ、評価されたりしてたんですけども、キャラウェイの退任が近づくとですね、このキャラウェイ留任運動というのが起きていくんですね。まあ、キャラウェイ留任のための署名活動というのが展開されていくんですが、まあ、署名欄には今回冒頭で紹介しました古発聖書氏であったり、沖縄経済界を代表するオリオンビールであったり、まあ、現在もある沖縄の地元有力企業である金秀の創業者といった人たちの名前が並んでいたり、またこの琉球大学や沖縄大学という、まあ、今も沖縄に存在するんですけども、その学長に就任するような人々の名前が並んでおりました。で、その請願文の本文を読んでみますと、
まあ、高等弁務官が発案し実行してきた諸政策は年齢、性別、所得、社会的階層を問わず琉球の大部分の人々 に恩恵を与えてきたというふうにありました。まあ、キャラウェイというのは今までこの先行研究はですね、沖縄住民の反発を買って更迭されたと言われております。しかし、まあ、このまあ、こうしたキャラウェイ留任運動だったり感謝状だったりそうしたのを見ますと、むしろこの住民に惜しまれながら退任していったんじゃないだろうかというふうに、まあ、私は考えております。まあ、キャラウェイの反発はそれほど大きくなかったということを確認しまして、それではどうして、まあアメリカ政府は沖縄返還の決定に向かうようになっていったのかというのを検討していきたいんですが、少しそれを考えにあたって少しこの時計の針を遡りまして、まあ、認識決議の採択当時のこのアメリカ政府の状況を見ていきたいと思います。まあ、先ほど確認しましたが、まあ、国連総会で植民地独立不要宣言が採択されましたように、1960年代国際社会においては反植民地主義が非常に高まります。でまたこの宣言採択の翌年にはですね、この植民地現地から請願を受け取り調査団を派遣することができる脱植民地委員会というのが国連内に設置されます。まあ、こうした状況を、まあ、アメリカ政府特にこの外交を担当する国務省はですね、まあ、当然注視しておりまして、まあ、1961年夏に作成された対国連政策文書には次のように書かれております。植民地主義が終焉に向かう中、アメリカが最後の植民地主義国の一つであることが一旦驚きを持って明らかになり、沖縄が醜い象徴になるかもしれない。まあ、こうした先に沖縄に採択されたのが認識決議だったわけであります。まあ、認識決議は1962年2月1日に採択されたんですが、その2週間後に第8会合を行われていたんですね。でその初会合、脱植民地委員会の初会合ですね、まあ、そこにソ連とか旧植民地諸国は、まあ、含まれていたんですけども、そういった国々が認知決議を取り上げれば、まあ、アメリカっていうのは非常に、まあ、困難な立場に立たされることになります。まあ、かといってですね、この認知決議というのを、まあ、アメリカは指定権国ですから、まあ、そんな決議は無効だっていうこともすることできたんですけども、あるいは総補強したりすることもできるんですが、まあ、そんなことをしたら、まあ、新しい火種になりかねないわけであります。ですのでアメリカ政府は一体この決議どうすればいいのか非常に悩むんですけども、まあ、検討中としてその扱いを保留し続けることになります。まあ、ここで興味深いことなんですけども、このアメリカは結局その決議を検討中として宛先に送付しなかったんですが、このことについて、まあ、それ沖縄側はあまり強く問いただすこともありませんでしたし、ソ連や他の旧植民地諸国も、まあ、新聞報道で認識決議だったということは知ってたんですが、その決議の行方についてアメリカに問いただすことはなかったんですね。まあ、そうした幸運が重なりまして、まあ、アメリカはこの認識決議をうまくと言いますかね、まあ、ラッキーなことに、まあ、かわすことができたのでありました。まあ、ここでこの沖縄返還の検討を提言したライシャワについてちょっと注目するんですけども、ライシャワ自身はですね、この駐日大使就任以前からこの沖縄統治が植民地問題になることを懸念しておりました。そして認識決議に接してその思いを一層深めることになるんですね。でライシャワはですね、この沖縄が国連で植民地問題として取り上げられないようにするために日本とのパートナーシップが不可欠というふうに考えるようになります。まあ、実際1963年の備忘録にもこのように書いております。9500万人の日本国民が現状の植民地状態に怒りを爆発させ、問題は国連の場にでも落ち込まれようものなら大変なことになる。その場合はおそらく沖縄における我々の地位を維持することは不可能だろう。だからこそ我々は日本政府と協力していく方針を決めたのだとあります。ところがですね、この1965年に入りますと北爆ということがありまして、ベトナム戦争は非常に激化していくんですね。そうした中、日本人の反米感情が強まっていくことになります。ライシャワはですね、それでこの日本政府が反米的な政策を取りかねないというふうに懸念していくことになりました。でそこでこの冒頭に紹介しましたライシャワのこの本国宛ての電報を見ていきたいんですけども、そこに実はこういったことが書かれております。日本政府との完全な協力がなければ琉球におけるアメリカの地位は維持できなくなるだろう。それは深刻になり得る現地での政治的動揺のためではなく、日本が国連やその他の国際的な場で琉球問題について言及する場合の国際的な反響のためであるというふうにあります。まあ、こうしたことから分かりますように、実はこのアメリカ政府に沖縄返還の検討を促したライシャワのこの提言には植民地主義派への危惧がありました。この提言がアメリカ政府に受容された背景には、まあ、認識決議の処理の過程で植民地主義派への懸念がアメリカ政府に共有されていたことも一因だったと思われます。まあ、こういった、植民地主義派への懸念というのを踏まえまして、
改めてキャラウェイの問題について考えてみたいと思うんですが、一陣は演説に対して非常にこの激しい厳しい批判を加えたのがスティーブン国連大使は次のように述べております。率直に言って私はこの演説を一読して大いに驚きました。なぜならこの演説は国連における我々の利益を深刻に傷つけるのみならず、日本や他の国々と我々との間に全くもって不必要な問題を引き起こしかねないからです。自決と自治が我々の世界政策の要石となっているときに、琉球の人々の政治問題を処理するアメリカ政府の高官こうした発言をしなければならないというのは最も遺憾なことです、というようにですね、まあ自治は神話であると言っちゃった、まあ、キャラメに対して非常に痛烈な批判を加えていました。まあ、こうしてみますとですね、キャラウェイというのは従来この沖縄住民の激しい反発を買ったというふうに沖縄住民との関係で批判がされてたんですけども、むしろ当時のアメリカ政府にとってみればこの国際社会の植民地批判とキャラウェイのこの言動姿勢が結びつきかねないところにあったのではないかというふうに考えることができるんじゃないかと思います。まあ、ここまでが今私の今までの研究なんですけども、現在私はですね、まあ、こうしたキャラウェイだとか認識決議の研究を踏まえまして、まあ、このアメリカ統治と植民主義批判の関係について研究を進めております。まあ、具体的にはですね、認識決議はなぜそもそも採択されたのかということを出発点にしているんですけども、まあ、実はですね、この認識決議を採択に主導したのはこの沖縄の日本復帰のためであれば岸信介でもフルシチョフでも何のためらいなく利用するという言われた、まあ、復興とか中井氏良子元首里市長が主導したというふうに言われております。まあ、この人はですね、この復帰のためなら何でもするというような方で、まあ、破れかぶれに、なんかこの当時のこの状況に合わせて動いていったというふうに言われているんですが、実はですね、この人はですね、1945年の8月の時点からアメリカの領土不拡大原則だったり民族自決原則に着目して運動を展開して、しかもですね、それをソ連を含めた国際社会に訴えておりました。まさにこのアメリカ政府がこの懸念してたことを、まあ、やってのけていた男だったわけですね。まあ、この中吉氏のこのそういった復帰運動がどのようにアメリカ政府に認識されていたのかということを今私は研究している状況であります。はい、本日の発表の参考文献になります。本日はご清聴誠にありがとうございました。はい、前塩先生、ご発表ありがとうございました。ご発表にありましたですね、宜野湾市の、感謝状ですね、キャラウェイの。それが2つの言語でその書かれていたというのは、まあ、非常に私もですね、見まして象徴的といいますか、当時の沖縄の状況をよく表したものであると同時に、やはり何でしょう、別々の紙ではなく、同時一つの一枚の紙に書くというのに、一つのやっぱり違和感というものを感じるわけですね。おそらくその違和感がその沖縄返還に向かっていったことの、まあ、一つの何でしょう、現れであると、まあ、そのようにお話を聞いて感じました。まあ、塩先生ありがとうございました。それでは続きましてですね、私の方からですね、安保条約研究の立場から、今回発表させていただきます。私は、本日のですね、目次は、以下になります。私はこれまでですね、日米安保条約にあります条文の一つである第10条について研究してまいりました。この第10条というのは条約期限、つまり日米安保条約がいつからいつまで効力を持つのか、その有効期間を定めた条項になります。安保条約の条約期限と沖縄、一見すると両者は無関係のように見えますが、この2つは沖縄の施政権返還問題に浅からぬ関係性を持っておりました。それは条約期限にある規定が沖縄施政権問題の進展を促したからです。これを説明するために、ここでその問題の条約期限の内容について紹介したいと思います。安保条約の第10条は以下のことを規定しております。この条約は日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認めるときまで効力を有する。もっともこの条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合にはこの条約はそのような通告が行われた後、1年で終了する。これはどういうことを述べているかと申しますと、
国連によって日本の区域の平和と安全が守られていると日米両国が合意するまで条約は続くのですけれども、条約が発効して10年経てば片方、つまり日本とアメリカどちらかの意思だけで条約は自由に終わらせることができる、そういうことを申し上げているのであります。逆を言えば、条約ができてから10年間は条約を終わらせることができない。もちろん日米両国が合意すれば別ですけれども、条約を結んだ当局者の認識では10年は条約を維持する、そういう認識でおりました。それ以降に関しては特別な事情がない限り条約を続ける、事実上の無期限として考えておりました。この10年の部分を固定期限、条約廃棄の部分を条約廃棄権とここでは呼ぶことにします。この規定の後段の部分、条約ができてから10年後、日米いずれかの意思で条約を終わらせることができる。ここが沖縄返還の問題と絡み合う部分です。沖縄の自然権問題は、本日池宮城先生、そして前塩先生のお話にありましたように、日米両国にとって長年の懸念事項でございました。ところが、この沖縄の問題は1960年代の半ばより、日米の政治課題として浮上していくことになります。その浮上の要因と一つとなったのが、今申し上げました条約期限の規定です。現在の安保条約は1960年に出来上がったのですが、この規定に従いますと、1970年に条約の廃棄が可能となります。もし沖縄の問題でアメリカが沖縄を統治し続ける、そうした時代が続くとなりますと、そのようなことを強要する日米関係への不満が高まってしまう。1970年以降の安保条約の延長に支障が出かねない。1970年の懸念、これを当時は1970年問題。先ほど前塩先生のご発表に触れられておりましたが、1970年問題、あるいは1970年安保や1970年の安保再改定問題と申しますが、この1970年問題への危機意識を日米両国の政府当局者が共有したことにより、1970年までに沖縄の問題を解決しなければならない。いわば問題の争点化が調整されていったのであります。もちろん沖縄の施政権問題が浮上した要因は1970年問題だけではありません。沖縄住民の返還運動や時の政治指導者であった瀬戸栄作のリーダーシップ、官僚や民間の人々による粘り強い外交努力や活動などがあり、1970年問題は要因の一つという話になります。こうした1970年問題に沖縄問題の争点化の要因を求めることは、沖縄返還の外交史研究において繰り返し指摘されてきた話になります。本日は安保条約研究の立場から、この1970年問題の背景とも言うべき条約期限の成り立ちと、そして70年問題の核心の一つとも言うべき条約延長の議論について、もう少し深入りした話をしまして、そこから安保条約の期限と延長問題が沖縄に持つ意味について改めて考えてみたいと思います。さて、1970年問題が沖縄返還の争点化に寄与し、沖縄返還を促す効果をもたらした。これは現在の安保条約を作る際に、半分は日本側が幾分意図したことであり、もう半分は意図せざる結果でありました。日本側が意図したというのは、固定期限を安保条約や日米関係の中身を見直す契機として活用するという部分であり、意図せざるというのは、それが沖縄返還を考えるものとして活用したという部分です。このあたりのことを説明するために、まず条約期限の成り立ちについて簡単に話してまいります。1951年の9月、サンフランシスコにて最初の安保条約、これを旧安保条約と呼びますが、旧安保が締結されました。発効が52年の4月ですので、今年は発効から70年の節目に当たります。この旧安保は、日本にとって欠陥の多い条約でありました。日本にはアメリカへの基地提供義務があるのに、アメリカには日本の防衛義務が必ずしも明確になっていない。日本で起こる内乱や騒動に対し、日本の要請に基づいてですが、アメリカが鎮圧できる。アメリカの同意なしに、第三国に基地や基中兵の権利を与えてはならない、などです。条約期限にも問題がありました。
それは詳しい条文についての説明は先ほど池宮義先生のご発表にありましたが、国連もしくはそれに代わる L 安全保障措置が有効であると日米両国が同意しない限りは条約は続くという趣旨の内容になります。一見すると何も問題のない条文、これは旧安保条約の第4条に当たりますけれども、そうした条文に見えますが、これが日本にとって主権国家の結ぶ条約として欠陥のある条約規定でした。今説明しましたように、旧安保は日本にとって不利、アメリカにとって有利な条約でありますから、それを日米の合意でしか条約を終わらせられない、変えられないとなりますと、その不利な状況が半永久的に続きかねない、こういう懸念が日本国内にありました。さらに問題だったのは、自国の判断で条約の変更や廃棄ができないのは独立国家としてあるまじきことという点です。1957年の話になりますが、外務省の当局者は、安全保障措置の決定は自国民が決めるべきことなのに、それが米国政府の判断なり認定なりにかかっているような規定は独立国として甘受しうべからざるものと述べています。これが改まったのが1960年に新たに結ばれた安保条約、現在の安保条約になります。先ほど紹介した条文がその新しい安保条約の条約期限になります。ここに至るまでの詳しい交渉などの経緯はここでは省きますが、この新安保条約で日本は条約廃棄権を手にします。アメリカと対等な関係で条約を結んでいるという形式を条約期限の面で表現することに成功したわけです。もう一つ、冒頭で述べましたように、この時10年の固定期限が出来上がりました。この内定を少し説明します。この10年の固定期限はアメリカの要望で作られました。旧安保を改めるために数々の交渉過程でアメリカは条約廃棄権をなかなか認めたがりませんでした。主権国家として対等な関係であるために必要な規定であるとしても、本当にその規定が行使される可能性を恐れたためです。アメリカは最終的に条約廃棄権を認めることとしても、当面の間それが行使されない保証期間を作ることにしました。それが10年の固定期限です。アメリカにとって重要なのは条約の安定でありました。この条約の安定には、在日米軍基地の存在だけではなく、日米関係そのものの安定も含まれています。アメリカ側の交渉担当者であったダグラス・マッカーサー2世大使、彼は有名なマッカーサー元帥の甥でありますけれども、このマッカーサー大使は、日米関係を持続性があり、かつ信頼性のあるものにすることを安保条約の交渉で重視していました。マッカーサーの言葉を借りれば、この時のアメリカは事実上の無期限という点で持続性があり、条約廃棄権を盛り込み、お互い主権国家として対等である認識という認識をしている点で信頼性がある。だが、10年は様子を見させてほしい。そういうことになります。他方で、日本の外務省はアメリカと同じような認識でありましたが、政治や世論の部分は少し異なります。安保条約締結の責任者でありました岸信介首相は、この時、この10年の固定期限が消えた時を、将来の安保条約再改定の契機として考えていた節がございます。節と言いますのは、日米交渉の場であったり、公文書などではっきりと再改定をすると言い出しているわけではないからです。しかし、安保改定の交渉が始まったとき、岸とマッカーサー大使はそれぞれ意味深なことを述べております。マッカーサーは日米交渉の場で10年の固定期限を岸の要望で作ったこと、そして岸はアメリカのテレビのインタビューで、憲法は海外派兵を禁止しているが改正されなければならない。日本は自由世界を防衛する戦いで完全な役割を果たす用意がなければならないと申しています。しかしまた同時に岸はこの時憲法改良に時間はかかるとも述べています。これだけで岸が憲法改正後、条約を再改定する。それはおそらく日本とアメリカが互いを守り合うことができる相互防衛条約という形式になると思われますが、これを考えていたという確実な証拠にはなりません。しかし、この少し前、1957年の訪米、この訪米についても多くの研究があり、西村雅彦先生という方がかなり詳しい研究をされておりますが、この際、
5年の期限をめどに安保条約改定をアメリカに申し入れてたこと、またこの後説明する1970年問題をめぐる議論において、岸の答え期限への考えを見ても、岸は条約期限というものを一つのキーファクターとし、日米関係、安保条約の見直しの道具として考えていたことは間違いないと思われます。そして、この期限ごとの条約や日米関係を見直すという発想は岸だけのものではなく、当時、朝日新聞の論説主幹であり、条約期限について特に発言をしていた劉新太郎もまた同じ発想を考えていました。ただし劉は岸のような形の再改定ではなく、国際情勢の変化によって安保条約の軍事面を読める時代が来るかもしれない。そういう時に備えて固定期限を短く区切り、頻繁な見直しを行うべきだ。そのような考えでありました。このように固定期限が切れるのをきっかけに、条約や日米関係を見直すべきだという議論が1960年代半ばにかけて盛んになります。それは日米対等と何かをめぐる議論でもありました。ある人は基地の存在が対等を妨げていると考え、在日米軍は有事の時のみに駐留する形の条約に改めるべきだという有事駐留論を展開し、またある人は日米関係の防衛協力そのものが対等関係を阻害しているとの考えから、条約を友好条約に切り替え、日本の対外政策をより中立的なものにすべきだという議論を展開しました。岸もこの議論に加わった一人で、彼は10年の固定期限をさらにもう10年付け加える形で条約を延長すべきだとの次論を展開しました。これは10年間条約を変えられないようにし、条約をさらに安定にするという意味合いがあります。さらにこの時期、岸はフォーリンアフェアーズという雑誌で、1970年の安保再改定期にあたって、日本の政治課題として憲法改正を取り上げるべきだと語っております。また固定期限は、条約の再検討のために設けられたと条約交渉の経緯からすれば、制度設計の趣旨と異なるある種の再定義を試みています。しかしながら、岸のこの持論は日米両政府から受け入れられませんでした。一つには、彼が安保条約を結ぶ際に引き起こされた安保騒動、強行採決をきっかけに引き起こされた大規模な大衆運動のトラウマがあります。固定期限を再設定するために国会審議が必要になるわけですが、この審議の過程で安保騒動が再び引き起こされないという危惧が強く日米両政府にありました。さらに言えば、この時日本にとって憲法改正のインセンティブはかなり低いものとなっていました。波多山政権の時、憲法解釈が変わり、必要最小限であれば現行憲法の下でも自衛力が持てるという解釈になりました。またアメリカは憲法改正を安保改定の条件の一つとしていましたが、つまり憲法改正と海外派兵によって互いが守り合う関係にするのが安保改定の条件でした。それがマッカーサー大使の指導によってこれも取り下げられました。そして今説明しました安保騒動の事情があり、またアメリカも憲法改正によって日本の役割を大きく求めるよりも、現在の役割を安定させることを優先させました。言ってしまえば、必要がないだけでなく、政治的に危険な憲法改正は、50年代のうちに事情が変わってしまい、60年代の日本の政治課題となりにくくなる状況となったわけです。岸は固定期限の再延長を望みましたが、破れるべくして破れた政治的挑戦でした。日米両政府は、この固定延長が提起された後、速やかに自動延長。これは安保条約に何の変更も行わず、そのまま条約を延長させる方針のことを言いますが、この自動延長を66年のうちに事実上決定します。しかし、指摘しておかなければならないのは、この固定延長の調整によって、日米両政府が安保騒動のリスクが存在していることを再確認したことです。これは自動延長の方針でいくとしても、安保騒動のリスク要因を抑制するため、さまざまな努力が必要であることを再確認させました。アメリカ政府は中国政策やベトナム問題、防衛政策と並んで、沖縄問題の懸命対処が必要であることを指摘しております。そしてもう一つ、条約延長をめぐる議論。与党・自民党内の調整はまだまだ続きますが、少なくとも政府レベルで早々に方針が定まって以降、日本国内の議論が安保から沖縄へとシフトしていきます。67年に入りますと、日本政府やアメリカ政府の高官から、1970年問題と沖縄問題のつながりを懸念する声が高まります。
このあたりはコメンテーターの中島隆先生のご専門の話になりますが、ここで冒頭の1970年問題が沖縄返還の想定化を促したという話になります。つまり安保条約を自動延長で行うのであっても、こちらは国会審議がありませんが、1970年に条約は廃棄が可能となる。それが現実の選択とならないよう、日米両政府は延長のための環境整備、沖縄などの問題を残すような日米関係は根本から改めるべきではないか、といった議論への対応が必要であるという認識を徐々に高めていき、沖縄問題の何らかの形での解決が必要であるという方向に向かっていきます。安保条約の条約原第10条は、アメリカにとって日米関係の安定のため、日本にとって両国の対等化のため設けられたものです。固定期限は中でも見直し、点検の機能を持つことを期待されました。しかし、点検してさらに対等な関係にすると一口に言っても、日本国内ではその対等の中身をめぐってさまざまな議論があり、岸は憲法改正と相互防衛を考慮に入れていましたが、有事駐留という議論、中立論という議論もあり、対等の中身に関してコンセンサスは形成できない状況であったわけです。旧安保の交渉担当者であった西村熊雄は、彼は外務省の条約局という部署にいて、条約局長として旧安保の交渉を担当したのですけれども、彼は固定期限のことを日米安保、もしくは日米関係に関しまして、10年後、さらにより良きものに変えうる期待であると、それを表現した条文であると述べています。しかしながら、このより良きものへの期待を一つにまとめるということは困難でありました。その中で国民的な課題として沖縄返還の問題があり、これを日米両政府の交渉課題とするには、冒頭で述べましたように、さまざまな要因があったわけですが、この70年に向けた点検の過程で、最終的に沖縄問題の解決が必要ということとなり、条約期限は広い意味での日米の対等化に寄与したわけです。もっとも最終的に行われた1969年での沖縄返還の妥結が、果たしてどこまで日米にとって対等な解決であったのか、西村の言うようなより良きものとしての返還だったのか、そこにはいわゆる密約の問題も含めまして、さまざまな議論の余地があるとも思います。この安保条約の点検装置ともでも言うべき固定期限は、この1回きりの役割を果たして安保条約の規定から姿を消します。それは安保条約の安定という面から言えば、プラスの役割を果たしたと解釈できます。60年代、日米両当局者が懸念したように、絶えず日米関係をめぐって激しい議論が行われることは、条約の不安定化のリスクをはらんでいるからです。また、条約基金が作られた経緯からすれば、これはアメリカの視点からの話になりますが、固定期限なしでも日本は条約を廃棄しないだろう、そう判断できるほど日米の信頼関係は成熟したい、こうした面もございます。しかし同時に、固定期限が消えたことは条約を見直す契機の一つが失われたこともまた事実であります。もっとも条約関係の見直しというものは、期限にどのような規定があったとしても、国内外の情勢や締約国間の関係性によって生じるもので、関係の見直しに条約上の規定が関わる余地は少ないとも言えます。また仮に固定期限が置かれたとしても、固定延長の審議が沖縄返還にどのような影響を及ぼしたのか、これは未知数の話になりますが、当時の国内政治対立をより激しいものとし、沖縄返還に悪影響を及ぼすことが考えられます。またアメリカの上院審議で日本により大きな負担を申し入れる可能性が大きく、日米関係はより流動的なものとなっていたでしょう。しかし、そうしたことを踏まえつつ、もし固定期限がその後も設置され続けていたら、1980年で見直すことがあったらどうなっていたのか、90年では、2000年では、そしてその中で、施政権返還後の沖縄の問題がどのように扱われたのか、そのことを想像しますと、固定期限が失われたことの意味もまた小さからぬものがあったのではないか、そのように考える次第です。プレゼンでトラブルがありまして、失礼いたしました。以上で私からの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
それではですね、私からの発表は以上になりまして、続きましてコメンテーターの中島拓磨先生より、それぞれの発表者に対するコメントをお願いしたいと思います。中島先生、よろしくお願いします。はじめまして、九州大学の中島と申します。今から私の方で、お三方の報告について、コメントをしていければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。で、今日は皆さんと一緒に復帰50年、沖縄返還の道のりをちょっと考えていこうという企画なんですけれども、少し私の方で今現在ちょっと沖縄返還の道のりを考える際に、こう研究の分野で、まあ、どういう論点があるのかなという話をちょっと最初に皆さんと共有しながら、それからお三方の報告についてのコメントに入っていけたらなと思っております。今年は復帰50周年ということで、本当にいろんなところで企画が組まれていたり、私たちがこの沖縄のことについてこう振り返る貴重な年になっています。で、私どもが研究していく中で、この沖縄返還、沖縄の日本復帰っていうのを捉えたときに、これ実はこちらにちょっと私今画面共有をしたんですけれども、非常に長い長いマラソン外交の歴史があります。で、2つ目のちょっとこう箇条書きのところに書いたんですけれども、沖縄返還の問題っていうものを考えるときに、実に数多くの人たちが関わっていて、でその道のりを振り返っていくためには2つの大きな取り組みの流れに着目する必要があるなと、ちょっと私も思っております。で、今日のお三方の報告っていうのは、ここ2つ、私その2つの大きな流れと書いたんですけれども、1つが日本政府の交渉の歴史、これ今私述べた通りマラソン外交だったんですね。そしてもう一つが大事なのが沖縄の復帰運動の歴史なんです。で、政府与党以外の人々を、まあ、政治学の分野でアクターと言ったりするんですけれども、こうした政府与党以外の人々の行動の重要性に、まあ、着目していく必要があるなと。で、なぜこのことを話すかと言いますと、先月5月15日に復帰50周年、ということで、いろいろな新聞報道やテレビなどでも特集が組まれました。そこでの論点というのは、沖縄が、まあ、復帰して半世紀が過ぎて状況が良くなったのかな、もっと基地問題について取り組めることがあるんじゃないかな、でそのような問題提起が多かったように思います。今日のお三方の報告の意義というのは、その今日の問題を考える上で、過去の歴史をずっと遡って、どのようにして今日に至っているのかということを知る大きな手がかりの最新の研究だと思うんですね。で、私自身も復帰50周年ということで、ちょっとこう先月、南日本新聞政経懇話会というところで、ちょっとこう同じようなテーマで話したんですけれども、おそらくこの2つに着目する重要性があって、今日の池宮寺先生の話に入っていきたいと思うんですけれども、おそらくこの問題、今日の沖縄の問題を考える際には70周年っていうふうに先ほど梶先生から説明がありましたけれども、講和条約が成立した頃の話に遡って、ちょっと今日の論点、もう一度こう大つかみな形で振り返ってみたいと思うんですね。ちょっとご参加の皆さんと一緒にちょっと共有したい新聞記事がありまして、これはですね、ちょうど先ほど梶先生がおっしゃった1952年ですので、今から70年前の4月の28日、サンフランシスコ、単日平和条約が発効する日の夕刊なんですね。で、吉田茂がここでもう満面の笑みで新聞記者団の、ちょっとここですね、取材に応じてます。で、その中でただですね、今日の池宮先生の報告に関わるんですけど、吉田茂がですね、ちょっとここご覧ください。総理と。いよいよ今晩、午後10時半に
対日平和条約が発効するんですけど、これその日の午後の話なんですが、まあ、どんな感想をお持ちですかって聞かれたら、一言ではにして言えば感慨無量であるっていうんですね。でただ実際にはその次なんですけれども、次の質問に対して赤枠のところをご覧ください。吉田茂は、ごめんなさい、ちょっとずれちゃったな。吉田茂はですね、国民に何を望みますか？記者団が問うと、独立しても独立の実がなければ何にもならないという話をしているんですね。で実はそれが、この52年の独立当時に日本外交が成し得なかったことであるお三方の報告に関わりますが、沖縄日本復帰ができなかったこと、そしてもう一つが日米安保条約が不平等条約だったことと、まあ、この2つだったんですね。それで、お三方の報告に入ってきたのコメントについてなんですけれども、池宮先生の報告は、いやまさに今日の条約、沖縄返還問題、沖縄返還から50年経った今日の問題を考える時の、そのまさに起源の話をしてくださったと思います。なぜ沖縄返還問題が先送りされたのかという話ですね。でちょっと上のところご覧ください。研究状況全体の話で言いますと、日本政府のこの沖縄返還をめぐる交渉の歴史って、実は50年代前半から 4,5 年ごとにこう論点が変わっていってるんですね。でその中で池宮先生のリサーチの着目点は、主権の問題に着目しているっていうところだと思います。で報告の中で、まあ、おっしゃった話で僕が印象深いなと思ったのが、沖縄をきちんと日本政府が防衛できる能力を持たないと沖縄の返還の問題に入れませんよというアメリカ側の論理が示されていて、これが実に難問であるというところを指摘されているところだと思うんです。池宮先生の研究成果を踏まえながら私が思ったのが、いやまさに同じ時期に先ほどの新聞記事で見たようにですね、吉田茂首相本人が全く同じ問題について、本土の米軍基地問題について向き合っていたということとの共通性なんです。ちょっと分かりにくい話だったかもしれません。ちょっと私共有しやすいように、ここに本土の米軍基地の問題でちょっと当時論点になったことをちょっと示したんですね。ちょっとご覧ください。まさに今日池宮先生がリサーチ発表された時期なんですけど、52年当時、全国、その日本本土全国に600カ所余りあると言われた米軍基地の問題が非常にプレイアップされてました。でこの時期の日本の政治家は与野党を問わず、米軍の規模を縮小させるべき、米軍撤退の条件を整えるべき、このようなことを主張していくんですが、同じなんですね。アメリカ側から指摘されたのが、じゃあきちんと日本が日本の防衛をできるんですか、それができれば米軍は撤退していける、まあ、このような論点が提起されてるんですね。でも皆さん、当時の日本はやはり、まあ、昭和天皇本人が言っていたように、平和国家という言葉を非常に大事にしていこうという雰囲気ができてるんですね。これ私、平和性を重視する価値観と言えるなと思ってるんです。党派に関わらず、政党に関わらず、やはり戦争が終わった後の日本人が求めたものっていうのは、この平和国家だった。なので非常にその2つの価値観ですね、冷戦を背景とした日米安保条約、安全保障という重要性と、一方で、平和国家という形で戦後の日本を作っていきたいっていう、この2つの問題と吉田茂まさに向き合っていて、で実は池宮先生のご研究から示唆できるのは、このようなその本土も含めた大きな戦後日本のこう在り方の問題があったんじゃないかなと私は思ってまして、でもしこの後の質疑応答の時間にお時間があれば、池宮先生から今指摘できるなと私が思っている、この本土の
米軍基地問題との共通性についてもしコメントがあればお伺いできればありがたいなと思っています。今日参加者の皆さんと2本目への報告ですね、前城先生の報告で、まあ、僕個人が興味深かったのが梶先生もおっしゃってたけどキャラウェイのあれですね、感謝状の話もあったですよね。で非常に前城先生のご研究というのはちょっと行ったり来たりしてすいませんね、青でくくった沖縄の復帰運動の歴史、こちら実はとっても大事な部分だと思うんです。この流れがずっと50年代60年代続いてきて、最後にですね佐藤内閣期になって沖縄返還問題にいよいよ政権として取り組もうというふうになっていくんです。で私この沖縄返還交渉の研究をしていて10年前とちょっと考えが変わったところがあるんですよ。でこれ後で質疑応答の時に、まあ、話してもいい話なのかもしれませんけど、10年前はこの赤色の部分ですね、まさに外務省の文書がもう全面公開されたんです、10年前にですね。それで沖縄返還交渉の歴史が日本政府の公文書を使って描けるようになって10年経ったんですね。でここ数年特に僕自身が思うんです、あの沖縄返還交渉って非常に外務省がチームをしっかり最後まで維持して施政権の返還をやり遂げるまでチームとして最後までまとまってたんですね。まあ、もちろん中ではいろんな意見交換やね政策あり方のこう意見対立はあったんですけど、やっぱりチームが最後までまとまっていけた。でそれは何でだったのかなってここ数年特に思うんです。それは本人ご本人たちは意識してなかったかもしれませんけど、右側の部分なんですね。今日の前城先生の報告につながるんですが、やはり沖縄の日本復帰という話がやはり党派を超えた争点になっていて、そこを支えていたのは早く沖縄を返還すべきだという形で取り組んだり考えたりしていた政府与党以外の人たちの存在と行動の大事さだったんですね。それがあったので佐藤栄作首相が大号令をかけて施政権の返還をやるっていう形で交渉に取り組んでいて、そこの部分がしっかりできていたので外務省が、まあ、本当に交渉に集中できたんだなとここ数年思うようになりました。ということはですね、私たちがリサーチしていく上で大事なのはやっぱりこの2つを見ていくことで、今日の2本目の報告、私が印象深かったのは、第一にまずキャラウェイ高等弁務官の役割というものを捉え直す形で、沖縄の自治の論点、あるいはその沖縄の住民たちの考えというものを描き出しながら、当時の米軍の沖縄統治の実態を非常に解明していっているという部分だと思います。そしてもう一つです。1962年のいわゆる21決議の重要性に前城先生ご研究として着目されております。ここには脱植民地という当時の国際世論に対してアメリカが非常に敏感になっていたこと、さらに沖縄復帰運動を進めていく上で当時の沖縄の琉球政府立法院がこの植民地問題という観点に着目していたことの重要性です。私ここ非常に何回もちょっとすみません、行ったり来たりして、先ほど述べた青色の枠の部分ですね、沖縄復帰運動の、まあ、重要性というところにつながる論点だなと思ったんです。でもしこの後でコメントの時間いただけるなら、この21決議の沖縄復帰運動との結びつきについてもしさらに説明をお願いできれば、これは非常に私たち今日理解を深めることができるんじゃないかなと、こういうふうに思っております。さてちょっとギリギリ時間をいただいて申し訳ございません、最後に梶先生の報告について述べたいと思います。梶先生のご報告のポイント、私も興味深かったんですけど、60年安保
安保改定の時に実はアメリカ側がまずはちょっと10年間は今の形で安保条約を固定させてほしいと、ちょっと不安なところもあるのでまず10年間固定させてほしい。でその結果1970年、10年後にそれにまた再び私たちが日米安保条約のあり方についてこう考えていこうじゃないかっていう動きが結果として生じていたことを指摘されている点なんですね。でその中で実はこの1960年代は高度経済成長の勢いがあったと、まあ、誰しもがこう思った時代だったんですが、その時に70年以後、大阪万博が行われる1970年以降の将来を見据えた日米安保条約のあり方、日米安保体制、日米同盟のあり方について、さまざまな政策アイデアが日本側から出ていたことに着目されているところ、ここ非常に新しい部分だと思うんです。で西村熊夫さんの思いっていうものをここで紹介してくださってました。10年後より良きものに変えうる期待ということを1960年におっしゃっていて、西村熊夫さん非常に講和交渉の時に沖縄返還問題で悔しい思いされてるんですね。当時の交渉記録だけちょっとだけ1点だけ紹介させてください。吉田茂がダレス特使と交渉した時に、なんとかその沖縄のことについては沖縄の日本復帰に向けた何かの足がかりを得たいということでいろいろ提案するんですけど、アメリカ側の代表のダレス特使がもう全部拒否したんですね。でこれ当時の議事録なんですけど、アメリカ側からはもうこれは解決したことだからと、国民感情はよくわかるけど施政権の返還に向けた要するに取り組みは講和交渉ではできなかったんですね。で西村局長が回想してます。もう本当にアメリカ側の対応っていうのは、まあ、冷たい鉄の扉をねこう下ろしたようなものでショッキングだったとおっしゃってます。その西村さんが10年後より良きものに変える期待って言ってるんですよね。これ一体どういうアイデアが出てたのかなっていうのは非常に今日の報告から私も本当に関心を持ったところです。で最後のちょっとコメントになるんですけれども、もし梶先生の方でこの60年代のさまざまな政策アイデアの中で今特に関心を持っていらっしゃる、まあ、特にと言わなくても、まあ、もし思いついたところでさらにお伺いできればありがたいなと、こういうふうに思っております。時間をギリギリちょっと使ってしまって申し訳ございません。私からのコメントは以上です。あ、はい、中島先生、コメント非常にありがとうございます。はい、ありがとうございます。特にですね、コメントの最初の冒頭にありました吉田茂の独立の実という点ですね、まさにこれから日本が国際社会に復帰するという、まさにその日にその独立の実をあげなければならないということは、もちろんその沖縄問題も含めて日本がその戦後どのようにして戦後の問題に向き合っていくのか、多くの課題の中でどうその処理していくのかということをですね、非常に端的に表した言葉だと思います。ありがとうございます。はい、こちらこそ。それではですね、それで順番にですね、中島先生からですね、コメントに対してお答えいただけたらと思います。ではまず池宮城先生からですね、皆さんどうぞ画像をオンにしていただいて、それでは皆さん池宮城先生からまず中島先生からのですね、コメントについてご回答いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、中島先生、ありがとうございました。私がまだまだうまく自分の議論を整理できてないところもある中で、先生にまとめていただいて非常にありがたく思います。で中島先生からの、まあ、コメントでご指摘でありましたのが、まあ、結局のところその私が、まあ、今日扱いました1945年からその53年までの間、まあ、特にその講和条約後ですね、発効後の時期においてはその、まあ、本土の、まあ、米軍基地に関する、まあ、問題と沖縄のそれとで、まあ、共通性があったのではないかというご指摘だったかと思います。で、まあ、その点につきまして、まさにその通りだというふうに私も考えております。まあまあ、その当時ですね、アメリカが日本政府に、まあ、
再軍圧力といいますか、その防衛努力をあの積極的にせいという、まあ、そういった圧力をかけている時期でありましたし、まあ、実際あのアメリカとしてもあの、まあ、少しでもこの日本に集中しているこの米軍駐留の状況というのを、まああのまあ、引き上げて分散さあの世界で分散させたいというふうな考えがある中で、やはり日本の、まあ、積極的なあの防衛努力というのは不可欠でしたし、まあ、そのもし防衛努力が実れば、まあ講和条約復帰直後ですね、あの先ほど中島先生がご紹介ありました通り、まあ、本土においてもあの600カ所あの米軍関連施設があったと。でその当時においてはあの、まあ、日本本土と、まあ、沖縄において、まあ、9対1の割合で、まあ、本土の方がむしろ米軍基地は多かったわけです。まあ、そういう意味でその米軍基地を、まあ、少しでも縮小、整理縮小して、であの本当の意味でのこの独立の実感をこう国民に与えるというところで、やはり日本の防衛努力があの必要とされていた。この点についてはもうまさにあの先生ご指摘の通り、あの、まあ、沖縄の基地、米軍基地がまあどうすればあの整理縮小できるのか、まあ、引いてはその施政権転換につながるのかというところと、まあ、あの共通性はあったかと思います。ただあの一点ですね、やはりここであの沖縄の特殊性といいますか、まあ、やっぱりあの本土のその米軍基地の問題の状況とその沖縄の状況でやっぱり最も異なると言いますか、あのやっぱり決定的な違いというのは、やはり沖縄の米軍基地にはあの在日米軍基地ですね、本土の米軍基地の、まあ、代替的なといいますか、あの担保となるような機能が求められていたということですね。でちょっとあの今日の私の報告では触れることができませんでしたけれども、まあ、日本があの講和条約発効して国際社会に再び独立国家として復帰した直後ですね、1952年の8月ですかのアメリカの対日方針の中で、やはりいつあの日本本土ですね、あの米軍基地の使用に制限がかかるかわからないと、やはり当時はあの、まあ、日本国内ですね、ですの中でもあの、まあ、例えば政治家中心にあの、まあ、在日米軍基地撤退論などですね、あのまあ、アメリカ政府にとってはちょっとこう不安になるようなそういったこう動きがありましたので、まあ、あのもしかしたらあのアメリカがあの使用したいようにこう米軍基地が使えなくなるかもしれない。でその担保として沖縄の米軍基地はあの今後も長期的にあの使用できなければいけないということをあの対日政策の中で言っているわけです。つまりあの沖縄米軍基地っていうのはあの、まあ、基地の整理縮小というのに日本が防衛努力をすればあの、まあ、進んだかもしれないというところはあったわけですけれども、やはり決定的に違うので、その日本本土で何かあのアメリカ軍事的にうまくいかないかと思うようにいかなかった時のやっぱ担保としての役割があったので、そのこう難易度というのはやっぱりこう本土の在日米軍基地問題と沖縄 の, その米軍基地ないしはその施政権返還問題っていうのは、やはり決定的にこの難易度やっぱり全然違ってたっていうところはあの指摘できるかと思います。あの簡単になりますが、あの以上になります。どうもありがとうございます。池宮先生ありがとうございます。それでは増尾先生からあの中島先生のコメントに対するご返答なりコメントなりありいただければと思います。すみません先生、貴重なコメントありがとうございます。あの先生のご質問というのは、まあ、この国際社会の植民主義批判を見据えた立法院決議、日日決議と沖縄復帰運動の関係についてだったかと思われます。まあ、これはですね、あの私の最後のスライドでも紹介しました仲良し良好という、まあ、復帰男と言われた、まあ、復帰のためなら何でもやると言われたですね、まあ、非常に面白い人が、まあ、主導したものだったんですけれども、この仲良しさんはですね、非常に当時のこの日本政府と関係が深くてですね、日本政府が沖縄返還をこの進めるために作った特殊法人である、この南方同胞英国会、そこの、事務局長と、まあ、密接につながっておりました。まあ、ちょっと私自身今そこを深く調べておりまして、まあ、確証は持てないんですけれども、もしかしたらですか、この仲良し良好は日本政府が言いにくいことを民間人として代弁している役割があったんじゃないかということが今のところ考えられる仮説としてあります。ですので中島先生は本日のこのコメント全体の中で、この沖縄返還問題というのはこの日本政府与党外務省の動きと、そしてこのもう一方で沖縄返還運動両方をこう見ていく必要があると言ってたんですけども、そこの結びつける結節点として仲良しは存在したのではないかというふうに私は現時点では考えております。以上です。あ、どうもありがとうございます。いや僕もそのね、真城先生がご指摘された仲良し良好の役割っていうのは非常に
興味深いなと思っていて、彼は講和交渉の前か占領期にも外務省の条約局長、さっき梶先生の報告の中であった西村局長の前任になる局長ですかね、萩原条約局長の時代に、要するにその沖縄の復帰についてこう何かできないかっていうことで外務省の幹部に接触して、外務省の方もぜひ頑張ってほしいっていうなんかいうことをね、仲良さんに言ってるっていうのは、いろいろこう先行研究読んでたら出てきていて、でやっぱり分けてこう外務省ってアクターと、それ以外のこう沖縄に関係がある人たち、関心を持っている人たちってこう分けずに、おそらくしっかり見ていかないと、これ沖縄返還っていう大きなこう政治過程って見えないなって本当にここ数年特に思うんですよね。うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございます。それで私の方からですね、中島先生のコメントに対するご返答といいますか、ちょっとご返答になるか分からないですけど、コメントをさせていただきたいと思います。10年後その安保条約をどうするのかという、その1960年の時のその政治指導者だったり、あるいは官僚の人々の思いですよね。それもなんかそのある意味その対照的なその言葉をですね、この安保改定の終わった直後のですね時に、それぞれ一つずつあるんですね。それ一つがですね、その安保改定のまさに交渉当事者であったその東郷文彦という安全保障課長が、安保改定というのはその現行安保条約、つまり新しい安保条約というのは、その相互防衛と日本憲法を両立させるギリギリのところで出来上がっているもので、これをまあその右のようなという、そのつまり岸さんの言うように、総合的なその相互防衛条約にしようと思ったら、その憲法改正、まあ、とはでは言わなくても、その憲法解釈を変えて集団的自衛権は行使できないという憲法解釈を変えなければできない相談であるというふうに述べています。これはですね、まあ、政府当局者の思いといいますか、そのこれ以上その安保改定を行うのは、その現在の法律的な枠組みであったり、そういったものの中で最大限のことを私たちはしたと、もうこれ以上のその安保条約を何か変えるというのは難しいというのが、その実感として込められていると思います。で、他方でですね、その民間の立場といいますか、当時その安保改定のその公聴会がその国会で行われたわけですけれども、その公聴会でその大平善子先生という当時一橋大学の先生だった方が、そのこういったことを述べているんですね。今後10年によって日本はますます国力を充実いたしまして、さらにより良き発展を遂げるだろう。それまでの間10年は必要であろう。そう考えますと、NATO の終わりがこれから10年。いや、ちょうど終わりが一致するわけでありまして、10年は相当であると考えます。無期限が10年になった。10年後におきましては、日本は非常に強い立場に立ち得るのでありますと。法律的にも政治的にも、新しい安保体制によってそういうことが約束されたのでありますから、私はこの条約の最大の利点といたしたいのでありますと、その国会 の審議の中で、その10年作ったことが、その安保改定の最大の利点だったと述べているわけですね。これはその私なりにその解釈をいたしますと、今後、その国内だったり、その国際情勢だったり、そういったものはその変わっていくと、まさに発表の中で引用しました、劉慎太郎と同じ発想といいますか、考え方で。そうすると、その内外の情勢が10年後、ちょうど安保改定が、その旧安保が51年で出来上がりまして、安保改定が60年ですから、まあ、大体約10年になるわけです。そうすると約10年経ったら、また内外の情勢は変わるので、第2の安保改定はその あり得ると。なので、その時にその私たちが今できなかったこと、安保改定でできなかったことをやれるかもしれません。これが安保改定の意義なんですというのが、その大平先生 そのお立場と言いますか、この公聴会で述べたことの意味だと思うんですね。それをですね、考えますと、政府当局者とこの民間の人々の思いのギャップといいますか、政府としてはもうこれ以上はできないんですけど、民間としてはまだまだやれることはあるんだと、そういう思いがですね、その60年代、紹介で有事中立論というのを紹介もしましたけど、これが民社党のその主張となり、中立論というのが日本社会党の主張となりというような形で出来上がってきて、しかしながらやはりですね、現実政治のそのプロセスの中で、その実情、その50年代である程度その取れる選択肢というのがどん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 狭まっていき、やはり政府統合のように60年の時点ではもうすでに選択肢というのがかなり狭まっていた、
それが60年代プロセスで再確認することによって70年でその安保条約というのはやはりこれ以上できなくなって、これ以上なんかその同行するというのは難しいということがだんだん60年代の議論でみんな少しずつその共有されるようになってきたのではないかというちょっとそういう思いがいたします。その中でちょっとあの最後に紹介したのがその当時の世論調査で各政党が70年の安保条約をどういう形にするかというのをですね、あの先ほど紹介しました民社党の有事中立論であったり、あるいはその社会党の中立論であったり、そういったものをですね、いろいろ並べて、まあ、各新聞社が世論調査を行った結果、一番支持を集めたのが公明党の段階的解消論という考え方だったであったわけです。段階的解消論というのが現在その安保条約はその必要であると、必要だけれどもいつかその変えられるといいよねという、端的に申しますと公明党の立場はそういったことになるんですけれども、この公明党の立場がですね、その当時一番支持を受けていたというのはそのある意味その日本国民 の, その当時の考え方の反映といいますか、もう選択肢はもう なくなってしまったという、もうこれ以上の選択肢を広げるのはちょっと難しいという思いつかありつつも、何かもうあの安保そのさらにですね変える可能性というものがないかという、なんかそういう一抹の思いみたいなものですね、なんかこの世論調査の結果がある意味共振しているのではないかとあの感じていあります。あの拙いあのコメントになりますが、私から以上になります。ありがとうございます。先ほどの池宮城先生のコメントとこう関連していて非常に興味深かったんです。梶先生がおっしゃる通り、60年代にいろんな各党が将来の日米安保条約のあり方を検討していく中 で一方で佐藤栄作首相が、まあ、要するに大号令をかけて沖縄返還の方をしっかりやっていこうっていう形でこう大交渉になっていきますよね。でその一方でやっぱりアメリカ側から見た時にまず沖縄っていう部分のその返還問題がもうビッグイシューになっていくので、西村さんが1960年に言っていたような10年後に日米安保条約より良きものに変えうるのではないかって、でおそらくそこよりは沖縄返還の方に集中していったんですよね。でそこでは池宮城先生おっしゃった通り、かつてのようなその日本の再軍備問題が難しい争点になっていたというよりは、当時沖縄に67年当時で1300発かな、大量にあった戦術戦略、その大量の核兵器をどう撤去させるかっていうところに争点が移っていて、でそうなってくると70年のその1970年代に本来は日本人が考えるべきであった将来の日米安保の在り方っていうのがおそらくすごいこうまだ存在して残り続けていたっていう形で読み解けるかもしれませんよね。でごめんなさい、ちょっとそのあたり池宮城先生がおっしゃる通り、こうやはり論点がどんどんこう、僕はね 4,5 年おきぐらいにこの日米安保体制の論点って変わっていってるような感じがしていて、だけどもこういろいろこう長く見ていくことでその推移が見えてきて、おそらくそういうことは今回のこうパネルの中で見えてきた一つの収穫じゃないかなとこういうふうにちょっと思いました。ごめんなさい、ちょっと僕のコメントが長くなっちゃったので一旦ここで梶先生の方に戻したいと思います。ありがとうございます。それではですね、あの残り時間ちょっと少なくなってまいりましたけれども、池宮城先生、真汐先生がそれぞれですね今までの議論や中島先生のコメントに対して何かあのお言葉があればあの頂戴したいと思います。はい、ありがとうございました。いや、あのまさにあの中島先生が最後おっしゃられたその沖縄返還のための条件というかその争点が、まあ、あの 4,5 年ごとに変わっていたというのは非常にやっぱり重要なポイントでして、その私自身の研究にとっても非常にありがたいあのご指摘だったんですね。やっぱりそういうふうにこう争点が変わる中で、じゃあ例えばあの安保条約改定した、まあ、それがやっぱり 今に至るまで沖縄米軍基地が残っていることの、つまり整理縮小されにくいことにどう影響しているのかというところで、やはりあの面白いあの研究対象として面白い部分だなというふうに感じていますので、あの本当にあの今日のこの機会というのは非常に私にとってもあのありがたい、とてもあの楽しいあのセミナーとなりましたので、本当にあの感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは真汐先生お願いします。中島先生ありがとうございました。
まあ、近年の研究をこの概観しますと、成田先生という方がですね、この沖縄返還を韓国政府だったり、あるいは台湾政府だったり、そしてこの東アジアの諸国がですね、どのように捉えてたかというようを分析されておりまして、ちょっとその沖縄返還のものを見る枠組みというのはどんどん大きくなってるんじゃないかというふうにまあ感じられるんですね。まあ、そうした中で、まあ、今回のパネルの中で、まあ、さまざまな論点が変わっていく、仕事のことが変わっていくというのは、まあ、本当に大事なポイントなのかなというふうに感じました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、ちょっと最後に私からちょっと拙いコメントを出させていただきます。で、今までの議論とですね、中島先生の言葉をお聞きしまして、その吉田茂のある言葉をちょっと思い浮かびました。その言葉というのが、その戦争で負けても外交で勝った歴史があるということを吉田茂は、そのイギリスがかつて独立戦争で、アメリカ独立戦争で負けて、その後その戦後外交でその頑張ったということを思いながら、浮かべながら吉田茂はそういった言葉を出したわけですけれども、この戦争で負けても外交で勝った歴史があるというのは、おそらくですね、中島先生がその沖縄問題というのを党派を超えた取り組みであと述べられましたけれども、そうしたその戦争で負けても外交で勝った歴史だという思いは、その外務省、その吉田だけではなくて、外務省や政治家、そしておそらく国民にも多く共有されてきた思いであると思います。そして戦後ですね、そのまさに吉田がですね、その独立の身を上げるという過程の中で多くの課題をに直面したわけですけれども、そのどの課題に取り組み、そしてどう折り合いつけていくのか、まさにですね、4、5年ごとにその論点というものが変わってきた。その中でですね、どうその戦後の課題、戦後勝利、そして主権の問題という独立の問題というものにですね、折り合いつけていき、そしてその中でですね、折り合いをつける過程の中でいくつか その課題といいますか、宿題というものがその残されていった。それが今私たちですね、そのサンフランシスコ講和が発行して70年、そして沖縄返還がですね、実現し、発行されて50年のこの節目にあたりですね、私たちが今振り返らなければならない、まあ、課題、問題なのではないかという思いを立ちました。最後にですね、中島先生から何か一言お願いいたします。もっとね、限られた時間でしたし、参加してくださっている方々からもおそらくいろいろコメントね、おそらくあると思うんですけれども、一つ僕が思ったのが、今日の話っていうのは本当にこう沖縄問題をめぐる主権の問題ですよね。あと日米安保条約の将来の問題、ここが出てきたのが、おそらくこの後今日復帰50年の今年のことから考え、の観点から考えると、基地の負担の問題っていうところが非常に現在クローズアップされてますよね。で、それはちょうどですね、その梶先生のご報告にあった1970年問題が解決する頃ですね、そして沖縄の施政権返還の合意が成立した69年以降に、外務省やいろいろなその沖縄返還問題に関心を持っていた知識人やいろいろなその政党の関係者たちが、今度は沖縄の基地の整理統合を主張し始めますよね。おそらく主権の問題から基地の問題へっていう大きな、また池宮城先生がご指摘されているように争点の変化が生じているというふうに私は思います。で、ただそこになってくるとまた長い歴史がこう出てきていて、今日の大きな話につながるんですけれども、一つ一つのその時代の争点をこうずっとつなげていくことで、おそらく今日の政治外交課題の問題につながっていくんだなと思っていて、このまあリサーチの意味っていうのはおそらくそのようなところにあるんだろうなと思います。主権から基地へっていう一つの大きな流れを見る上での、今日一つ最初のなんていうのかな、こう話に戻りますけれども、歴史を振り返る意味が あるとすればその部分なんだろうと思います。すいません、ちょっと繰り返しの部分もあったかもしれませんが、はい、私からは以上です。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっと少し時間を超過してしまいましたけれども、これにて、ロールズ研究ウェビナーの沖縄返還への道を振り返りを終わらせていただきます。皆様本日はありがとうございました。